2位にダブルスコア以上をつけての圧勝でした東京都知事選挙は増添陽一氏が初当選しました脱原発を掲げた宇都宮市、細川市の得票数を足しても増添氏には及ばず大差をつけての勝利となりました出産、子育て、医療、介護、雇用、年金これはもう皆さんの生活に密着してますから 厚労大臣時の経験を生かしながらさらに前に進みたいと脱原発などを掲げた宇都宮健事氏と小泉元総理の支援を受けた細川森博氏はともに100万票に届きませんでした雇用の問題、そういう切実な問題があるわけですねでそういうことを抜きにして原発だけで一本化というのは土台無理だったと思います小泉さんから、えー、メッセージをいただいております これからも原発ゼロの国づくりを目指して微力ですが努力を続けてまいります。一方、若い世代に支持を広げたタモガミト氏は60万票余りを獲得しました。10%ぐらいの票しか得てないからですね。あのまあしょうがないかなと思ってますよね。投票率が、うん、上がればまあもう少しいけたのかもしれませんけど。 今回の投票率は、大雪の影響などで過去3番目に低い46.14%でした。